前回に引き続き電磁誘導の問題その2を始めます。括弧3番からです。図を見てください。前回と違ってここに抵抗値 R2 の抵抗を置きます。でここに電池ですね、起電力 V1 です。でここも抵抗値 R1 の抵抗です。で前回と違ってこの金属の導体棒 P が右に向かって一定の速さで動いています。その速さは V2 です。 ですから前回の場合は静止していましたが、あるいはこちらに移動した問題でしたけれども右に動いていますということは、フレミングの左手の法則からここの電磁力はこういう向きですね、こういう向きですから、フレミングの左手の法則でこの実測密度が B が上ですね、 FBI ですから F がこちら向きですね。ですからこうなりますから、電流は当然こういう向きに流れています。この電流の向きによって、この電流によってこの電磁力がこちらに働くということですね。ですから右に動いていると。でこういうふうに動いていますから、電池の向きはこちらがプラス側ですね。こういうふうに前回と同じようにこういう向きになります。で問題ですけれども、過去3のアですけれども、抵抗値 R2 の抵抗を流れる電流の向き、こちらかこちらかということですね。その向きと強さを求めなさいという問題です。先ほども言いましたが、ここの金属棒導体棒 P ですね、 P が右に動くためにはこの電磁力がこちら右に向きの力になりますね。その時の電流の向きは FBI から FBI ですね、こちら向きになります。でこういう電流が流れて、 I という電流が流れて、ここを例えばここで仮にこちら向きにしてみましょう。 R2 を流れる電流をスモール I とします。で I プラス I でこう流れていきます。でここもそうですね、 I プラス I で流れていきます。でここで注意しないといけないのは、この金属棒導体棒 P が右に動いていますから誘導起電力が発生します。誘導起電力はここの磁場が変化していますから、変化はこのこちらで言うとだん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 時速が減少していく方向ですから、逆に このこちら向きの時速が増えるような電流が流れますね。ですからこういう向きです、逆向きにこういう向きに流れますね。誘導起電流、言ってみれば誘導電流がこういう向きに流れますから、ここに一種誘導起電力を起こす電源ですね、こういう向きになりますね。こういう向きになる流れる、ですからこちら向きに誘導電流が流れると。ですからですけれども、このこちらの方が大きいと、誘導起電力がこちらの電力に比べると、誘導起電力に比べると V2 は言ってみれば V2 の BL ですね、この誘導起電力よりもこちらの方が大きいですから、大きい結果こちら右に動いているということが言えます。ですからこういう向きも流れるんですけれども、こちらの方が大きいというふうに解釈します。でここの閉回路を考えます。キリリホープの法則からここの閉回路を考えて、どういう関係式が成り立つかというと、 V1 というものはこの R1 に流れる抵抗ですね、 I プラス Iの R1 プラスここですね、 R2 I の R2 ですね、こういう関係式が成り立ちます。でここで I を求めたいですから、この IR1 と IR2 でこうなりますね。でこの I ラージ I R1 をこちらに移行しました。で I はこれで割りますから、こういう式になりますね。でここで分かっているのは R1、R2、V1ですね、 R1 です。この I が分かりませんが、 I は先ほど求めたその等速で動いていますから、この重りの重力とこの電磁力ですね、それが等しいというところから I がを求めることができます。でここで言ったように等速で動いていますから、で重りの重力とその電磁力 IBL ですね、等しいですから I はこういうふうになります。この I をここへ台にすればいいですね。でここの I のところにこれを台にします。で台にしたものがこれです。でこれは分子を見ると BL 分 VIBL 分
ますね。でこれ MGR1 になります。この BL はここにこちらに来ますから、こういう式になりますね。これが一応愛の強さ、電流の流れる強さですが、向きはじゃあどちら向きか、仮にここら上向きにしましたけども、これがもしマイナスになれば逆向きということですね。それを確かめてみたいと思います。で前回のことを思い出してほしいわけですけれども、ここが V0 の時ですね。電池の起電力が V0 の時にちょうどこれが静止していました。重りの重力とこれが釣り合うために静止していました。で今回はこの V1 という起電力ですけれども、その時に右に動いていますから、 V1 にと V0 を比べると V1 の方が V0 よりもさらに大きいということですね。こちらに動かすだけ、そのだけの起電力が大きいということが言えます。で前回の時の起電力の V0 はこういう式で求まりました。ですから V0BL ですね。これから V0BL は MGR1 ですね。 MGR1 になります。ですから MGR1 はこの V0BL ですね。ですから V1 ここを見ます。ここはまあ正ですから、ここを分子を見ます。この分子を見てください。これが正であれば愛が正ということが言えますね。この分母も正ですから、この分子を見てみます。 V1B0 V1BL マイナスの MGR1 ですが、この MGR1 は V0BL ですね。ですから V1BL マイナスの V0B0 です。で BL でくくりますと V1 マイナス V0B0 ですね。V1-V0 の BL になります。で V1 の方が V0 よりも大きいですから、これが正ですね。ですからこれが正になります。ですから分子も正、分母も正ですから、結局電流の向きは正と、この向きでですね、もし前 I がフルであれば逆向きになります。電流の向きはこういう向きだということが言えますね。で電流の強さはこういう、これですね。これが答えになります。これが電流の強さ、電流の向きはこういう向きということですね。括弧3番の E の問題です。この P の速さ V2 を求めなさいという問題です。この導体棒 P が右に動くことによって、ここに誘導起電力が生じますね。でこの向きはどうかというと、 V2B と考えると V2 と B に向かって右ネジを回すと、こちら向きですね、こちら向きに誘導起電力が発生します。でここの閉じた回路、閉回路を考えますと、キリヒホップの法則からここの誘導起電力とここの電圧効果ですね、 RTI が同じだと、ここの閉じた回路を考えると V2BL は R2I だという関係式が成り立ちますね。でここで先ほども言いましたけども、この電磁力による電流はこういう向きでした。逆向きになりますね。誘導起電力がこちら向きになります。もう一度言うと、その磁場が減少していく方向ですから、こういう向きに誘導起電力が、磁場が増えていきます、増えていくような誘導電流が流れますから、こういう向きに誘導電流が流れますね。この誘導起電力による誘導電流はこういう向きに流れます。最初に言ったその電磁力による電流は逆向きですけれども、こちらの側大きいから逆向きですけれども、そのI の方が大きいと、ラージ I の方が大きいということを言いました。でここの閉じた回路を考えると、キリヒホップの法則で電圧は誘導起電力がこれと、でここは R2I ですね。ですからこういう関係式が成り立ちます。 V2BL イコール I の R2 だと。でこの V2 は BL 分の IR2 だと。でこの I はアで求めたこれですね。これをここへ代入にすればいいわけです。でこの I の I をこの式を代入にしました。これですね、これ分のこれと I になりますが、これを書けたものですね。 BL と BL で事情になります。あとはもうそのまま移し替えたものですね。これがこの V2 の答えになります。別解を考えてみたいと思います。先ほどはこういう向きの閉回路を考えましたが、この閉回路ですね、この閉回路を考えてもできますね。その時には電圧の場合はこちらが V1、この逆
になりますから、左辺は V1-V2BL になります。で、ここの電圧効果は R1 と I プラス I という電流が流れますからこうなりますね。で、ここの V2 を求めたいですから、これをこちらへ移行して、これをこちらへ移行すると V2BL はこれを移行した形にこうなりますね。I プラス I はこの I プラス I で求めて、できますね。で、ここの I プラス I ですが、 I プラス I はこの前文の結果ですね。これとこれを足したものです。ですから、これとこれを足しますから、分母を共通にして、これ中が MgR1 プラス R2 ですね。これは分子差のままです。で、この分子を計算するとこの MgR1 が消えます。ですから、こういうふうになります。で、ここの I プラス I をこれを持ってここに持ってきました。で、これをあとは計算するのみですね。で、この右辺ですけれども、やはりこれを分母をこれにしました。で、これを V1 をこれかけたものです。で、あとは分子これもかけたものですね。で、これを整理すると、分子を整理すると V1BLR1 とこちらが消えます。消えたもので、これとこれですね、 R2 でくくると V1BL と R2 でくくると MgR1 になりますね。こういうふうになりました。で、分母はこのままです。で、 V2 を求めたいですから BL で割ります。 BL の2乗になります。で、あとはそのままですね。これが答えです。先ほども求めましたが、こういう閉回路を考えてもできますね。しかし、先ほどやった方がよほどシンプルでいいですね。